サマーズの大竹は高校時代に理科の実験で回してはいけないつまみを回してしまい、机にあった機械が爆発して三村が何メートルか吹っ飛んだ。それがきっかけで二人は仲良くなった。大竹のファーストキスは新宿でディープキス、もや様のロケで温泉に入ったが、チンコがモザイクなしで一瞬映ってしまった。三村と同じく下ネタが大好きで、番組を忘れて三村と話してしまうことがある。